どうもこんにちは、今回はですね100均で新製品をいくつか買ってきました。今回行ったお店はですねダイソー、すべてダイソーで購入できる商品になります。今回購入したのは4種類なんですが、まず最初にですね買うのをめちゃめちゃ悩んだんですが、とりあえず買ってしまったキャンピングトースター、そして2つ目がですねキャンピングテーブル用マット、サイズは3種類あるんですが一番小さいものを購入してきました。そして3つ目がですね折りたたみキャリー、ついにこういうものも売るようになったかという感じなんですが、折りたたみキャリーも購入してきてます。で4つ目がですねステンレスカップ、こちらは3つ購入しました。じゃあまず最初にこれから行ってみましょうかね。キャンピングトースター、本当にねこれ買うべきかどうかすごい悩んだんですよ。500円ってね結構高額商品ですし、使い勝手とかがねまるでわからなかったので、まあ、とりあえず買ってみたという感じです。さあ開けてみるとこんな感じの作りになってるんですけども、こうなるのか、これを交差させるのか、わからん。写真だとねこんな感じになってるんだけど、あこうか、こうですね、こうすればいいのか。で、パンをですね乗せるようになってます。この辺に乗したりとか、この辺に乗したりとかね。しかしでかいのこれで、今回ですねこのキャンピングトースター買うのすごく悩んだ理由としてなんですけども、まあ、食パン2枚まで焼けると、まあ、これはいいんですよ。1枚だけでもいいんだけど、まあ、2枚焼けた方がいいですからね、まあ、これはいいんです。で、まあ、大きさですよね、まあ、箱からしてもですねかなり大きいもんなんだろうなってことで、それがネックの1つ目でした。結構な大きさがあるんで。でもう1つ、裏のね写真見てもらうと分かるんですが、カセットコンロ使ってるんですよ。で、まあ、大きさ的にこれもしかしたらカセットコンロ用でシングルバーナーは対応してないんじゃないかなと思って、それで買うのをすごく躊躇したんですよね。 あと一応書いてあるのがですね、テント内、洞窟、窪地などの換気の悪い場所で使用しないでくださいと、まあ、洞窟、まあ洞窟か、まあ、換気ができないところでは気をつけましょうってことでしょうね。カセットコンロしか使えなかったら、カセットコンロを普段あんまり持っていかない僕としては正直言ってあんまり意味がないわけですよ。カセットコンロであれば例えばタフマルとか、持ってる方とかだと、まあ、意味があると思うんですけど、でまあ分かんないんでとりあえず買って使ってみようということで、まあ人柱的なもんですよね。またまあどうかなって感じなんですが、まあとりあえずこれでパンを焼いてみましょうか。ここにねシングルバーナー用意しました。そしてまあ乗らないことはないですね。とりあえずやってみますか。まあ、今火をつけましたが、ここにこれを乗っけます。安定感がそんなにあるわけじゃないから、おそらくカセットコンロの方がいいんでしょうね。まあ、これ作りとしてはですね、この下から炎出ますよね。炎をある程度遮って、あの熱だけをここに当てるってことだと思うんで、まあ、使えないことはないと思うんですよきっと。ただねシングルバーナーの火力でできるのかどうかですよね。まあ、これね500円としたら安いんですよ。あのちゃんとしたキャンプメーカーのものを買おうとするともっとすると思うんで、500円は安いんですけど、できるのかどうかなんだよな本当。まあ、今風とかももしかしたらあるかもしれないんで、本当はウィンドスクリーンとかでね囲ってあげた方がいいと思いますけどね。いやーなかなかね焼き色つかないですね。ウィンドスクリーンやります。ただやっぱりね焼けるだけじゃなくて、こうパリパリするだけじゃなくてですね、焦げ色が欲しいですよね、焼き色っていうの。まあそんな感じで焼けてくれたらいいんだけどな。焼けてはいるんですけどね、焼けてはいるけど、なんか思ってたんと違うっていうのが正直なところかな。やっぱり火力の問題なんですかね、これは。火力が足りないってことかな。
結構ねカメラ回してますけど、あんまりパン焼くのにこんなに長時間かかったらどうなんだって感じもするので、微妙かな、これはシングルバーナーで焼くとなると。ちょっとやってみますね。一応焼けてはいるんですよ。うん、まあ、一応焼けてるは焼けてるんだけど、焼きが足りないっていうのと、あともう一つはですね、この上でバターとか溶かそうとしてもなかなか溶けないかもしれないですね。それぐらい熱が上がってない気がする。ちょっとですね、キリがないのでカセットコンロでいきます。本来多分推奨されてるであろうカセットコンロですね。これでやったらどうでしょう。まあ、結構焼いてみましたんでやってみますか。あ、ちょっと色が変わってる。じゃあいただきます。さあ今回のね、一番の困りどころであるこれ、これをねどう評価するかですが、まあなくてもいいかな。まあ外で若干風がある中でやったっていうのもあるかもしれませんが、まあせっかくねパンを焼いたんだったらもっとこんがり焼けてほしいっていうのが一つと、おそらくね10人中9人ぐらいはねこれじゃない感を感じるんじゃないかなと思います。まあ、カセットコンロであればこうこんがり焼けるんだったらまあまあありかなって感じもしたんですけど、それにしちゃ時間かかりすぎるし、やっぱりねシングルバーナーを持っていく方の方が多いと思うんで、シングルバーナーで使えればねこれいいなと思ったんですが、まあ若干外側サクサクぐらいにはなるんですが、焼きがまず足りないっていうのと、まあ焼きが足りないから温度も足りなくて、バターも溶けづらいというところで、わざわざこれで焼いて食べなくてもいいかなって感じが僕はします。買っといてねこんなこと言うのもなんですが、まあ人柱としてはまあ成功だったんじゃないかなと思います。で次がですね、このキャンピングテーブル用マット、一番ちっちゃいサイズなんですけども、サイズがですね 35cm×51cm となってます。でここにねバンドがついてまして、これね何に使うかっていうと、まあ普通にこういったあのテーブルの上に敷くマットですよね。まあ普通のテーブルだとですねこういうのいらないかなって感じはするんですけど、こういったテーブルですよね、穴の開いてるテーブル、メッシュのテーブル、こういったものだとですね、箸が落ちてしまったりとか、なんかこう物が下に落ちてしまったりってことがね結構起こります。でこっちだったらまだいいんですが、まあ、これぐらいの大きい網目とかですよね、まあ、これはねアマゾンベーシックで購入した焚き火テーブルみたいなやつなんですが、こういうね目の粗いものだと必ずね箸だったり何だったりが下に落ちてしまいます。そういう時にですね、まあ、こう広げて敷くだけで OK と、こんな感じでですねだいぶ使い勝手は向上するんじゃないかなと思います。でこれの素材としてはですね、塩化ビニール樹脂とポリエステルとなってまして、まあ合皮みたいなもんなんでしょうね。で裏は結構滑りにくいような加工が施されてます。僕レザークラフトとかもやるんで、歯切れとかもね持ってたりとかするんですよ。まあこういうものの代わりに、まあ皮を切ってですね、テーブルクロスみたいにしようかなと思ってたりもしたんですが、まあ、本革とかを使っちゃうとですね結構癖がついちゃったりとかして、例えば丸めて持ってったりとかしますよね。そしたらこう広げるのにですねかなり重たいものをしばらく乗せとかないと、こんな感じで広がってくれないという感じだったりしました。まあ、耐熱性ってことを考えると本革の方がまあいいんですけど、まあ、物をね落としたくないっていうぐらいの使い方なので、まあ、これで十分かなという感じがします。でこれはねサイズが3つありまして、一番大きいサイズだとね 100cm×110cm とかあったのかな、ロールテーブルとかだとね 1m とか 120cm とかあったりしますよね。そういったものを使っている方は、その一番大きいサイズ使ってもいいのかなと思います。これはね結構地味に役立つと思う、地味に役立つし色合いもですね、本革調なので結構ねおしゃれな感じで使えるんじゃないでしょうか。なんか使いようによっちゃですねマウスパッドとかでも使えそうですけどねこれ。ちなみにですねシングルバーナー使った後のシートですが、ちょっと跡はついてますけどね、無事だけど多分この跡がついてるところがですねおそらく、熱が高かったところだと思うんですよね。足のところなので熱くなってしまったところだと思います。まあとりあえずこれぐらいで済むんだったらいいかなと思いますが、あまりに長時間ですね熱くしすぎるともしかすると溶けるかもしれません。
まあ、その辺はちょっとね注意が必要かなと思います。で次がですねこちらステンレスカップ、これは 70ml 入るということなんですけども、これ結構探してたんですよ僕。なんで探してたかっていうと、キャンプに行くとですね僕日本酒結構飲むようになりまして、ビールとか飲んでるとですねトイレも近くなっちゃうんで日本酒飲んだりとかするんですけど、ずっとねおチョコを探してたんですけどおチョコがなかなかないんですよ。陶器製のものとかはあったりするんですけどそれだと割れるし、まあ、他のね、金属製のものを探したとしても1個単位で売ってなかったりとか、あってもあと高いとか、スズとかだとね結構高いですよね。まあ、ということでですねおチョコ探してたんですがようやくね100均でおチョコに似た何かをね購入することができました。これで十分でしょう。 70ml なんで普通のおチョコと比べるとですね、そうだな二回りぐらいは多分大きいかなと思います。だけどね僕結構飲んじゃう方なんでこれぐらいあった方が個人的にはいいですね。ただねこれ言わしてもらうとね100均マジでこれやめてくれよと思うんですけど、特にダイソーシールが剥がしづらかったりとかするんですよね。あこれは大丈夫か。あ意外と大丈夫だ。こうねシールがこの本体に残ったりすること結構ありますよね。結構あるからこれも絶対そうなんだろうなと思ってたんですが意外と大丈夫ですね。意外と剥がしやすかった。これこんな感じですね。こんな感じで残っちゃったりとかするんですが、まあ、結構剥がしやすかったかな。まあ、同じようにですね100均でおチョコ探してた方って絶対いると思いますので、まあ、おチョコ代わりになるものっていうことでこれいいんじゃないかなと思います。まあ、欠点としてはですね袋とか何もないんですが、まあ、ステンレスなので、まあ、ささっと洗ってあげればですね、すぐ使えるっていうのはいいところかなと思います。まあ、本当にねおチョコを出してくれた方が、一番ありがたいはありがたいんですけども、まあ、そうもいかないと思いますので、こういったねアウトドア感がある、ステンレス製のもの、おチョコに代わるものがようやく発売されたっていうのは個人的にはめちゃめちゃ嬉しいです。これはね絶対買いのものだと思う。お値段は100円です。さあ次にですねお値段ちょっと高めの550円、500円商品なんですけども、これがですね折りたたみキャリーです。僕はですね基本的にオートキャンプ場行くんですが、場合によってはですねオートキャンプ場じゃないところもあったりしますよね。以前おじキャンをやった時にねオートキャンプ場じゃないキャンプ場でキャンプをしたんですよ。で設営運んで設営するのも結構しんどかったし、しこたま飲んでますからね翌朝のね撤収がねマジでしんどい。そういう時にね、他のね方は、こういった折りたたみキャリーとか、こうなんかコロコロ転がすやつですよね、ああいうものを持ってたんですけどもその時持ってってなかったんで、できればちっちゃいもの車に入れといてもですね邪魔にならないサイズで、そういったキャリーが欲しいなと思ってたところですねこれを発見しました。これは買いでしょう。とりあえずですね組み立てていってみようと思うんですが、まあ、組み立てるってほどでもないですよね。開くだけでここですね、ここでロック、これだけです。まあとりあえずね荷物乗っけてみますか。20キロまで耐えられるらしいんですがちょっと荷物乗っけてみます。じゃあまずここにですね薪ストーブ、ヒルストーンの薪ストーブ、ほんでコットにワンティグリスのテント、カメラ用のバッグ。ただねちょっとねしまったなと思うのがね見てわかる通りにねあれ忘れました。ベルトがついてなかった。ベルトがついてなかったんでベルトはまあ別途購入する必要があるんですが楽ですよねこれ。結構重さありますよ。これは良い。崩れた。であと収納に関してもですねこれは結構収納しやすいんじゃないかなと思います。こんな感じでですね畳んでおけば車の中にもねすっぽりと入ります。こうやってかさばらないっていうのも嬉しいですし、550円っていうね値段も嬉しいんじゃないかなと思います。ベルトをね別に買わないといけない必要があるんですが、まあ難点といえばそれぐらいでしょうかね。
あとは20キロっていうね耐荷重がどうかですが、先ほど見ていただいて分かる通りですね、実際に耐荷重は20キロはあると思います。こちらもですね、安く済ませたい方にとってはかなりいいものなんじゃないかなと思います。ということで今回は100均ダイソーの新商品4種類を見ていきましたが、いかがだったでしょうか。もしですね、気になるものがあればお近くのダイソーまで行ってみてはいかがでしょうか。それでは